世界から立ち仕事の辛さをなくす。アルケリスは、立ち仕事中の足腰への負担を軽減するアシストスーツです。アルケリスを使用する際、正しい装着方法を正しい姿勢で使用することが大切です。使用方法が適切でないと、十分な効果を得られません。アルケリス装着中は、自身でバランスを取る必要があります。 適切な使用方法を守らない場合、転倒する恐れがあります。本動画は、アルケリスの正しい装着方法を説明する動画です。装着前にしっかりと確認し、アルケリスを正しくご使用ください。警告安全上のご注意使用者や他の人への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、 下記の注意事項を必ずお守りください。取扱い上のご注意装着準備1製品およびパーツが揃っていることを確認してくださいアルケリス FX スティックモモベルトモモクッションロックダイヤルスネベルトスネクッションスティック 専用スタンドパーツ延長ベルト足首ベルト足元パーツラチェットバックルタイプ装着準備に使用する環境を確認してください次のような環境で使用しないでください段差や障害物のある環境粉塵、液体などにより滑りやすい環境装着中に重量物を持ち上げる作業環境サイズ調整 身長に合わせて長さの調整を行ってください。すねの長さ調整。フレームの内側にサイズチャートがあります。サイズチャートを参考に長さを調整します。1、外側のカバーを開けてオレンジ色のピンを抜きます。2、ガイドに合わせて長さをスライドさせます。 3ピンを刺してカバーを閉じます。サイズチャートはあくまで目安です。各個人の好みや体型に応じて調整しましょう。桃の長さ調整。常ネと同じように調整していきます。 装着方法1足首ベルトを左右の足首に巻きます足首ベルトを左右上下を間違わないように装着してくださいまず右側の足首ベルトを装着しますこれが右側の足首ベルトです凸部分が下にきます金具が内側にきます できるだけ足首の下側にメンファスナーで固定してください。次に、左側の足首ベルトも装着します。 装着方法に本体を装着します。フレームは内側になります。本体を左右を間違わないように装着してください。本体をまたいで、本体下側のスティックの溝に足首ベルトの金具を通します。すねのベルトをセットします。ものベルトをセットします。 メンファスナーを閉めて本体をフィットさせます。アルケリスの装着。もう少し詳しく近くで見てみましょう。 モード切り替えアルケリスには3つのモードがありますフリーモードアルケリスモードスタンドモードフリーモードは足の動きに制限のないモードです移動距離が長い場合や床にあるものを取るときに使用します アルケリスモードは通常の立ち作業で使用されるモードです膝を曲げることで立ち姿勢のサポートを受けながら足腰の負担を少なく仕事ができます多少の制限はありますが作業場の周辺を移動できますスタンドモードは ほぼ立っている姿勢をサポートします。移動がほぼない作業現場で使用できます。モード切り替え膝部分にあるロックダイヤルを操作してモードを切り替えます。 ロックダイヤルの操作はもも部分に体重がかかっていない直立の状態で行ってくださいオレンジ色のボタンを押したままロックダイヤルを少し回しボタンを離しますモード1でクリックオンがするまでロックダイヤルを回しますこれがフリーモードですこれがアルケリスモードです これがスタンドモードです。姿勢のポイント、姿勢を工夫することで、より効果的な使い方が可能です。両足を平行にして使用する。左右の足を前後にして使用する。 作業台に持たれて作業することで、より安定して作業ができます。アルケリスを装着しているとき、常に座らなくても良いです。自分の足で立って作業をしていて、時々アルケリスに座ることでも疲労は軽減されます。 それぞれの作業内容や環境に合わせて、好みの体制で作業を行ってください。 クッションのポイント。クッションの位置を調整することで、よりフィット感が向上します。スネクッションは取り外しすることができます。個々の体型に合わせて取り付けることで、フィット感が向上します。ももクッションも取り外しすることができます。 外し方、簡単に取り外すことが可能です。1. 本体のもも具分を持ちます。2. ももベルトのバックルを外します。3. スネベルトのバックルを外します。4. 足首の金具から本体を抜き取ります。 5、足首ベルトを取り外します。もう少し詳しく見てみましょうスタンドの使い方も確認してください 外し方のポイント。外すときには、アルケリスモードにすると安全です。外すとき、フレームに指を挟まないように注意が必要です。アルケリスモードでは、フレームに指を挟む心配がありません。足元パーツの取り替え方法。足元パーツは、 スティックタイプとラチェットバックルで取り替えが可能です。作業工程に適した足元パーツを選択してください。1. カバーを手前に開きます。2. セットピンを抜きます。3. 本体からスティックタイプの足元パーツを抜き取ります。 4ムラチェットバックルタイプの足元パーツを差し込みます5セットピンを差し込みます6カバーを締めます ありがとうございました。安全に、そして快適にお使いください。